茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、そして福岡県の計7府県につきましては緊急事態措置の対象としたいと。専門家の皆さんからは、もはや災害時の状況に近いとか、あるいは、このままでは救える命が救えなくなる、そういった状況になる、こういったことの危機感が示されておりまして、まさに極めて強い危機感を共有しているところであります。こうした中で本日、緊急事態措置などの取り扱いにつきまして、お諮りをさせていただきます。まず現在まん延防止等重点措置を実施しております13の道府県のうち、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、そして福岡県の計7府県につきましては新規陽性者数が今申し上げた増加傾向、特に最近1週間の10万人あたり新規陽性者数ステージ4もしかも極めて高い数字になってきております。病床使用率もステージ4ということでありますので、緊急事態措置の対象としたいと考えております。宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県および鹿児島県の計10県につきましては、いずれも新規陽性者数が増加傾向にあり、また最近1週間の10万人あたりの数もステージ4相当、病床使用率もステージ3から4相当、そしてそれぞれ、要望が示されているところでもあります。まん延防止等重点措置の対象としたいと考えております。また、以上の措置の期間につきましては、感染対策により新規陽性者数を抑制をするとともにですね、それぞれの地域における医療提供体制の確保強化に必要な期間として約3週間を確保し、9月12日までとしたいと考えております。先ほど基本的対処方針分科会終了いたしました。私どもが諮問した案通り了承をいただきました。ワクチン接種と、医療提供体制の強化、これは抗体カクテル薬の活用もそうですけれども、それと合わせてやはり人流を抑えていく感染対策を徹底すること、これを総力を挙げて取り組んでいきたいというふうに考えております。